横浜市民ギャラリーは神奈川県横浜市西区宮崎町にあるギャラリーで横浜市芸術文化振興財団が運営している中区万代町の横浜市教育文化センター内から一転し2014年10月10日に再オープンした横浜市民ギャラリーは市民に美術文化の創造と普及の場を提供する目的で横浜市制発の文化施設として また全国初の市民ギャラリーとして、1964年に市急中区役所に開設され、1974年に新築の横浜市教育文化センターに移転した。横浜市の中心。しかし、経年の劣化に加え、2011年3月11日に起こった東日本大震災の影響による教育文化センターの閉鎖に伴い、 2013年3月末をもって横浜市民ギャラリーも一時閉館することになった。三代目となる新しい横浜市民ギャラリーは1987年に竣工した旧横浜市職員構成施設伊勢山会館を改修後2014年10月にオープンした。2011年より横浜市民ギャラリーで企画している現代アートの展覧会。 1964年から2005年に開催の今日の作家展2006年から2010年開催のニューアート展を継承するとともに新たに創造都市横浜からの発信というコンセプトを加え現代作家による様々な表現を紹介している1965年から毎年夏に開催されている子供のための展覧会 出品した子供の作品すべてを展示するという無審査方式をとり、展覧会期中は約1200平方メートルの展示室が作品で埋め尽くされる。入場無料のトークやワークショップも同時開催される夏の一大イベント。戦後から90年代初頭までの横浜、神奈川を中心とする作家をくとした貴重な 所蔵作品に約1300点をテーマやストーリー性を持たせ、コレクション展として紹介している。2011年度は、顔をテーマに、コレクション展2 0 1 2ザフェイスとし油絵、日本画、版画、写真、彫刻の作品60点を紹介した。横浜市市民ギャラリー常連横浜市の地底管理者の状況、横浜市民ギャラリーの再整備について、 横浜市民ギャラリー移転事業横浜市公益財団法人横浜市芸術文化振興財団平成23年度事業報告書アートウェーブマガジン横浜そぞ祝い公益財団法人横浜市芸術文化振興財団記者発表資料ありがとうございます